TC 楽器のエフェクターは全ての商品を丁寧にクリーニングを行い、万全かつ綺麗な状態でお店に並べています。中古でも安心してお買い求めください。新たな扉が開かれましたね、はいはい、こんにちは、 TC 楽器エレキギター担当二平です。こんにちは、しまです。こんにちは。はい。はい。突然ですが、皆さん。はい。ジャズコーラスってフルテンで鳴らしたことあります？ないです。ないですよね。いや、絶対にないです。絶対にない。なんなら、12時以上出さないよ。出さないですね。ボリュームで言ってもね。そうですね。そう。出さないんです。はい、はい。なんで、うん、出してみようと思います。誰もやったことないなら、ちょっとやってみようかなと思い、うん、今回はこの子に手伝ってもらいます。いや、まあまあ、ここにあるけど、はい誰しもが知っているアンプですね。はい、ローランド JC120 ジャズコーラスでございますね、これがないスタジオはスタジオじゃないと言われるぐらいのねそうですね。なんならマーシャルはなくてもジャズコーあるみたいなのが多いからありますね、うん、っていう名機なんですけども、はいはい、これだってもう TC 楽器はこのジャズコーをずっと、そうです、僕はもうこの子にいろいろ教えてもらいましたから。そうだね、ジャズコーの使い方もそうですし、これ今いるのは、これ今エフェクターを普段試奏しているブースですね、はい、エフェクターの試奏ブースですね、はい、佐野さん、はい、ジャズコ、ジャズコ、これ長いこといますよね。長いこといますよ、僕が入社する前からいますすげえ、マジで、うん、ちょっと古いジャズコですよねはいはい、あの線取りも確かついてないですよね、線取りが、うんうん、ノブの形とかね、うん、そうなんですよ、重鎮です、この方は。エフェクターの入荷したものね、在庫のチェックとかも全部これ、うんうん、そうですね、全部この子でやってますね。佐野さんやっぱジャズコっていうのはこうエフェクター担当として、まあすごい基本ですよね、うん、これを通した音っていうのはもう想像できてるので、うん、最初からそれが想像通りかっていうのがね、いつも見れるんで、うん、必ず使います、ね、絶対的な信頼を置いてる。そう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 。佐野さんフルテンで出したことあります？フルテンないよないよ、普通ないんすよ、ないよやっぱりどうなるか分かんないもんだってワンチャンだってこの重鎮がもうね引退する可能性もありますもんね若造にとどめを刺される、若造にとどめを刺される可能性もありますよ。でもジャズコの売りって頑丈さじゃないですか。そうですね、壊れにくい、うん、頑丈。だって佐野さんより長いこといて、最近やっとこのね、そうロー受けが壊れたようやくようやくね、ようやくね、直さないと、まあ修理予定ですが、そうです、はい、うん、エフェクターやるにはちょっと不便だから早く直さないと、ね、はい、まあそっちのチャンネルはいっちゃんが生きてる、ね、そうですね、なんでこっちのロー使えばいいんですけど、うん、まあリバーブとか入ってるんでね、うん、いっちゃんは、まあ、まあそういう頼もしい消し楽器の大事なアンプです。重鎮でございます、はい、ちょっと頑張ってもらおうかな。確かに残ってるのこの子ぐらいなんですよ。確かにそうあのマーシャルもツインリバーブもフルテンやったんです。そうですね、うん、やってましたね。確かに確かに。で、まあ、いざジャズコのフルテンって確かに聞いたことないな、うん、これはなかなかやれる環境って少ないと思うんで。そうですね、いや、あれも環境少ないし、ってかやろうとも思わないです。思わないね。佐野さん、ボリュームはどのぐらいですか、いつも。ボリュームは上げたとしてもやっぱ9時ぐらいじゃないかな。9時ぐらい。9時、10時。どうですか、じゃあちょっと出してみましょう。そうですね、じゃあ9時で。10時でも大きいよ。10時でも大きいですね。うん、しかもハイですからね。うん、そうそうそう。なるほどね、かなりでかいですよ怖くなってきましたね確かにハイ受けで9時はもうでかい、でかいですね、うん、はい、十分すぎるぐらい。本当です、もういいんじゃねって感じですね一応このマイク、はいはいはい、今使ってるマイクが、はい、音量の自動調節機能が備わってしまってるので、はいはいはい、突然耳がぶっ壊れるような音は出ないです。そう、はい、なので、なるほど、見てる人たちは、はい、なんで音量自体がドカンと上がることはないですが、はいはい、音量感はちょっと質感で感じていただければな。なるほどなるほど、はいはい、じゃあとりあえず12時行ってみますまあそうだね徐々に。じゃあ12時行ってみますです、うん、でかい。ニエさん
音いいよこれ。音いいっすね。びっくりしちゃった。うわでかっの前に、うん、あ音いいっていう。あららら。最初に来ましたね。ジャズコってほら元々の触れ込みでも、はい、でかい音でクリーンサウンドっていう、あそうですね、コンセプトでしょ。はい。どこまで。やっぱそのあんまりこう歪まずにゴリッとした状態で、うん、はい、ちょっとかっこいい音出ましたよ。そうですね。ちょっと後ろの方の小物がシャリシャリシャリって言ってたけど、物が震えてたけど。物が震えますねやっぱり。音量かなり大きいけど、はい、でもありえない音量じゃないよね。ですね。まだそのうわでかよりもいい音が先に来るぐらいには全然、うん、そうだね、はい、まあ、楽器のポテンシャル確認しようと思ったらこの辺まではやらないこともないよね。うん、そうですね。普通の人じゃありえない音量だよ、はい、ありえないです。この状態でボリュームをフルにして、はい、それをちょっと試したらそれ以外も一気に上げちゃいましょうか。こっちら辺ですね。はい、ディストーションもありますからね。そうですね、うん、じゃあとりあえずボリューム上げてみますか。はいはい。確かに。でも音像はくっきりしてる。くっきりしてますね。すごいね、ジャズコ。これ、あと、多分、この近さよりも、離れてた人の方が、音の大きさってわかると思うんですよ。はいはいはい。割とここの距離って、確かに、ね。音の大きさって感じにくくて、はいはい、なんで、他の人どうって思いますね。佐野さんどうですか？圧を感じる。ここ離れてたけど、ブワーってくるね。すごいですね。圧が来るね。クリーンなはずなのに。松井店長います？どうですか？いや、ものすげえでかくなると思ったけど、そこまでね。本当ですか？うん、いい音。いい音。そう、なんか音質いいですよね。いいっす、いいっす。あれっすね、じゃあ一番離れてる小田さん。小田さんいる？どう？なんか遠くで聞くといい感じです。いい感じ。確かに割れてはないっすね、うん、ここまで出してすごい。いや、ジャズコってすごいね。すごいっすね、うん、あいいアンプっすね。うん、そりゃね、どんなエフェクター突っ込んでもさ確かにフラットに見れるよね。うん、うん、この感じはこれエフェクターの思想用でジャズコっていいかもしれないですね。いいっす。あの一つのね、その尺度になるから、うん、アンプやっぱいいアンプ使っちゃう。いいアンプって言ったら誤解があるんだけどあのフェンダーとかマーシャルとか使っちゃうと、はい、そのアンプの特性がやっぱ混じり込んじゃう。はいはいはい、はい、そう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 。フラットにしてそのペダルのサウンドを出したいときはいつもこれ、うん、そうですね、うん、いやここにある意味がわかりますね。そうですね。、うん、じゃあ、はい、ボリューム10まで上げたんで、はい、EQ とディストーションも、ディストーションも、はい、上げていこうかな。これはいい音なるかわかんないからね。そうですね、うん、EQ で結構変わりそうですよね、うん、すごい。こうなんだ。あのね、いい歪み方をした。EQ 上げた時、うん、いいっすね。ねえ、あれ俺もっとめちゃくちゃになると思った最後。はいはいはい、はい、全然。あ、すごいわ。使えるんじゃない。ジャズコのディストーションって使えないよねって通説じゃない。はい、そうですね。新しい新作 JC40 とか、はいはいはい、あれはディストーション回路新しくなったけど、はいはい、それまでのやつってあんまり歪まないし、うん、まあ太くするためにオンにしたりするしたりだけど、そうですね。ディストーションとして使う人はいないです。これあの普通にアンプのドライブっぽく、うん、ちょっとこう来るよね。しっかりサスティン伸びてますあ、すごいわこれ、面白い、いい、弾きやすくなります結構滑らかになるというか、うん、タッチもしやすいし。じゃあちょっと
まだリバーブとコーラス残ってるんで。どうしようもないよ、それ。あ、フルテンだからね。そうですね、ちょっとやってみます。フルって言ってるからね。フルって言ってるんで。手元とか、不思議だね。なるほど。うん。あ、ほんともう、あれだね。面白いですね、ジャズコって。面白いですね。これは無限の可能性が。新たな扉が開かれましたね。はいはい、あとやっぱ、さすが重鎮、うん。全然耐えてくれます。壊れない。壊れない。うん、さすがジャズコーラスです。さあ、ちなみにエフェクターの思想って音量制限ありますか？音量制限はね、特には設けてないんですけど、はいはい、まあ、他のお客様とかにね、はい、ごめんならない音量だったら全然言っていただければ。はいはい。こうでかい音で出したいっていうね方いらっしゃったら大丈夫。じゃあもうお好みに合わせて。そうです。そこで。はい、まあでもあの音量制限設けてるお店さんも多分あると思う。そうですね。テープ貼ったりするじゃん。ありますよね。うん。そういうのはないんでね。ないです。テープ貼ったのはこの壊れたろうね。お気軽にね、ここで試奏できますので、はい、ご来店くださいという感じで。そうですね。ジャズコンフルテン、はい、勉強になりました。勉強になりましたね。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。DC 楽器エフェクターコーナーは定番機種からマイナーモデルまでどんなエフェクターも買い取ります。ぜひお気軽にお問い合わせください。